栄冠ナインクロスロード。スーパークラス最後の難関、甲子園春夏連覇。わかる。大体こいつが最後に残ると思う。世界の栄冠が実装されて、強いチームが作りやすくなった。だからいけるだろうと思ったのに、なんか負けたりする。それがスーパークラス。あっさりクリアする人もいるわよね。多少の運が絡むから、すっとクリアできた人も結構いると思うんだぜ。運に頼らない方法は何かないのかしら？それじゃあ今回は運の要素を極力減らして、再現性の高い方法を話していくんだぜ。よろしくお願いするわね。スーパークラス左上問題。まずは春夏連覇の仕様を確認するぜ。世界の栄冠で春制覇して、栄冠ナインで夏制覇でも、連覇条件はクリアできるんだぜ。栄冠ナインの成長版の条件なのに、世界の栄冠からでもクリアできちゃうのね。ちょっとがばいんだぜ。世界大会連覇できるなら春は問題ないと思うので、夏の事故原因がこちら。県大会で事故ることがあるの？基本的にはない。だが、たまーに1万、5千ぐらいのが来て、こっちが育成重視のナメプモードで、今後の発動が下振れて、総合力1500差ぐらいを自動試合で取りこぼす。そんな事故が起こるのが栄冠クロスなんだぜ。あまりにも切ないわね。数十年に一度ぐらいは起こり得る悲劇なんだぜ。ライバルチームは弱いを選んでおけばそうそう事故らないわよね。そうやって舐めてかかるとコンボ次第で事故るぜ。育成重視のナメプスタメント自動試合が事故を起こすんだぜ。事故って負けると春からやり直しになるから、それは避けたいわね。そして一番事故るのが、総合力1万、8000を超えてくるなんかめっちゃ強い NPC だぜ。世界の栄冠実装前は勝てる気がしなかったわ。1万、8000台で多少ばらつきがあって、1万、9000近いやつもいたりする。大体決勝とか準決勝でぶつかるぜ。たまに途中で負けてくれて、優勝しやすい年もあったりする。運の要素が絡む部分ね。それじゃあ次は具体的な話をしていくんだぜ。手順その1。その1。このガチャを可能な範囲でぶっ破する。ぶっ破する。手順その2。その2。スーパークラスの成長版を左上以外全部埋める。左上以外埋める。手順その3。その3。ワールドクラス成長版を全部埋める。全部埋める。手順その4。その4。春の決勝で総合力1万、5千ぐらいを目指す。総合力1万、5千を目指す。以上。以上。そうすると夏の決勝がこんな感じ。入学式で忘れずに栄冠9に切り替えてね。うっかりしたらもう1年。気をつけてね。それじゃあ各手順についてもう少し詳しくいくぜ。玄関境トップの闇の栄光ガチャね。世界の栄冠でチームを強くするのにこれ以上のガチャはないんだぜ。世界の栄冠が終わったとしても PSR としての価値は残るしね。6月5日で一旦終わるけど、コンプ報酬が青の地球儀なあたり将来への含みが感じられるんだぜ。上位の成長版とともにいずれ帰ってくるのかもね。左上以外を埋めるのは、むしろ残っただけとも言えるな。素材はあるけど連覇が障害になってるやつね。なのでむしろ大事なのはこっちか。コンプしなくてもいけそうではあるけどね。ワールド成長版はもらえる地球儀がほぼ一定なので、だいたい40年でコンプできると思う。スーパークラスの左上は要求素材の量も多いので、素材集めと思うのもいいわね。連覇即コンプ。即コンプ。あとは2年もすれば春に十分総合力が伸びるはず。ちなみにこの時期は 220% ブースト。どうしても事故りたくなくて全力を出した。その結果、無事に夏も勝てました。ペタッとな。そしてそのままコンプ。ちなみにスーパークラスのコンプ250年かかっております。さすがにかかりすぎてて草。育成下手すぎ。システム理解度低すぎ。プレイも雑すぎ。逆に言うとそんなんでも勝てますって話か。よく言えばそうなるわね。それじゃあ今回は、この辺で、最後の締めは監督がやるんだぜ。
またねー。それではチャンネル登録と高評価よろしければお願いします。またねー。